こんばんは。10月29日水曜日、夜の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの葛野がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムはクロスを含めて円が強含みとなりました。ドル円は早朝の99円70銭レベルをドルの高値に、緩やかな右肩下がりの展開で、夕方にかけては一時96円10銭レベルまでドル安円高が進行しています。今日付の日経新聞が一面トップで、日銀は 0.25% の利下げを検討と報じ、一部で物議を醸しましたが、前日の欧米タイムに出た早釣りで、すでにこの記事の内容が噂になっていただけに、影響は限定的でした。なお注目の日経平均株価は前日比580円と大幅高で大引けています。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円は先週末につけた90円87銭台で当面の大底を打った感が強くなっています。しかし一方で100円は超えられず、ドルの上値も重そうです。今後しばらくは次の方向性を探る展開で、95円から100円程度のレンジ相場となる可能性を否定できないかもしれません。ただし最近のマーケットは総悲観から総楽観へ転じるなど、参加者心理の振幅が非常に極端となっています。それに合わせて実勢相場の振れ幅も大きいため、仮にレンジ内であっても、その中でボラティリティの高い荒れ模様の相場付きは今しばらく続きそうです。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。注目されるものはいくつかありますが、最も注意を要するのは FOMC、 アメリカ連邦公開市場委員会になるでしょう。いわゆる FF 先物金利の変更織り込み率を見ると、 0.5% の金利引き下げはほぼ 100% 織り込まれており、 0.75% の利下げを予想する向きも 30% ほどいるようです。実際の下げ幅がどの程度なのか、果たしてサプライズがあるのかどうか、そして次回の FOMC 会合に向けたスタンスを含めて、ぜひとも注意をしていただきたいと思います。またニューヨークダウを中心とした欧米株価動向が注目される中、 GM ゼネラルモーターズが今日に予定していた決算の発表を先送りすると報じられるなど、アメリカの自動車メーカーを中心にきな臭い動きが観測されていることは気にかかります。その一方で合併の噂や観測なども聞かれていますので、それらと合わせ続報などにも一応注意をしてください。以上、夜の FX フラッシュをForex TV ジャパンの葛野がお送りしました。